方向パラメーターの修正は終わった。でもまだ検証が必要ね。それなら今あるアンカーの安定性は維持できるのか。転送ゲートのベアリングユニットは調整した。オーバーロードさえしなければなんとかいけるはずよ。やあエクセキューター。ベラ地区行きの時空通路が開通した。調査のためすでにエクセキューター小隊を現地に向かわせてある。大厄災前のベラ地区はハガード第7地区の管轄下にあった。2年前にマーク小隊が現地入りし、関係者との連携体制を再構築した。第7地区は我々に協力する意向を示している。君にもシャーリーさんの後継人として一緒にベラ地区に行ってもらいたい。シャーリーはジークの行方を追うのに必死。現地の人たちの協力があれば何かと手間が省けるはずよ。ただシャーリーさんはまだ回復途上だ。信頼のおける者に付き添ってもらいたい。皆さんに迷惑をかけて申し訳ないと思ってる。でも兄さんが心配なの。現地からの報告ではベラ地区に廃液種と呼ばれる生物が侵入し、生態系や人類の安全に大きな脅威を与えているようだ。目下第7地区と廃液種への対策を進めている。だが情勢が安定するまではくれぐれも慎重に行動すること。ドクター・クレアが転送ゲートのパラメータを調整して出発の準備を整えてくれた。第7地区の本部はミラポリスと呼ばれる巨大都市にある。現地のオフィサーユリンに協力を求めるといい。長距離の時空転送はかなりハードよ。覚悟を決めていきなさい。お待ちしていました。お久しぶりです、ペペさん。気分はどうですか？めまいとか気持ち悪いとかはあり、うん、大丈夫です。ありがとう。私も平気。よかった。長距離の時空転送が辛くないかと思って心配していました。ここは第7地区に所属するシルバーコースト研究センターです。研究センターの皆さんがこの設備を使ってアーシャ大陸との通信を、この研究センターはイエローデューンズの北側にあります。ほら、あそこです。シルバーコースト研究センター所長のフィアよ。第7地区へようこそ。オフィサーのユリン様もあなた方の到着をすでにご存知よ。いつでも好きな時にミラポリス本部に向かってちょうだい。ただ技術者のブルーが研究センター周辺で潜在的な時空の波動を検知したの。その影響は周辺地域全体に及んでいる。念のため一旦ここに留まって時空の波動が落ち着いてから出かけることをお勧めするわ。そうなんですね。長くかかりそうですか？はっきりしたことは言えないけれど、ブルーがデータの観測と分析を進めている。新しい情報が入ったらすぐにお伝えするわ。
れだけ待つことになるんでしょう。ペペさん、第9地区から派遣されたエクセキューターは何人ですか？2年前から駐留してるマーク小隊の他にはメリルさん、ゼロさんでしょ、それにシューマーさんとセミールさんもいますよ。おっと、今はあなたたちも。でもみんな今はミラポリスで大事な会議に出ているんです。なんて言いましたっけ、廃位機種への対策を話し合うとか。だから私一人で迎えに来たというわけです。廃位機種か。エルリックさんも前に確かそんな話をしてたね。はい、ミラポリスの一大事ですからね。でも私はよくわからないので、廃位機種のことはフィア所長に聞いてみてください。フィア所長、ちょっとお聞きしてもいいですか？何かしら、私に答えられることなら。今回の時空の波動はまだ原因がわからない。ブルーが今特性パラメーターを分析中よ。おそらく長距離時空転送の余波でしょうね。それからアブサントという名のハイパーハイ機種にも時空波動を引き起こす特殊能力がある。研究センター付近での目撃情報はないものの、最悪の事態を想定しておくべきね。あの恐ろしい生き物がいつ現れたのかは誰も知らない。ハガードがその存在に気づく頃にはもう取り返しのつかない状況になっていた。あのモンスターには空間を移動する特殊な能力と強い攻撃性がある。地表にある我々のアジトも廃位機種の攻撃で廃墟と化した。9年前、ミラポリス議会は廃位機種の脅威を防ぐためにベラ地区の全住民に各地域の定住地への帰還を促す決定を下した。でも我々の地表再移住計画はそれで棚上げになった。科学技術部は5年前にリスナーズと呼ばれる廃位機種の生態研究プロジェクトを始めた。詳しい情報が欲しければ責任者のドクター・クレイフォーに聞いてみるといいわ。フィア所長、異常事態が発生しました。空間の波動が急激に増大しています。ハイパーアブサントが引き起こし、まさか。ブルー、今すぐ本部に連絡を、応援を要請して。今はやってるんですが、空間波動によるクラッタ干渉がひどくて本部とまともに連絡が取れません。引き続き連絡を試みて、セキュリティスタッフに外装設備の封鎖、防御シールドの起動。わかりました。一体何があったんですか？今回の時空波動を引き起こしたのは希少なハイパーアブサントよ。廃位機種の襲撃に備えなければ。でも今は本部とも連絡が取れず、外部の応援も頼めない。モンスターが退去して襲ってきたら、ここは壊滅的なダメージを受ける。俺たちも防御を手伝います。ではついてきてください。システムアラート、警戒レベル最高。全ての非戦闘員は安全エリアに退避し、警報の解除をお待ちください。見て、あそこ、アブサントの付随個体です。急ぎましょう。しましたが、ブルーさんが近所で不安定な時空の裂け目をいくつも検知したそうです。危機を脱したというにはまだまだですね。ミラポリスとの通信は回復したの？まだ連絡はつかない状態です。本部がこっちの時空波動に気づいて早く応援をよこしてくれたらいいのですが。
研究センターに残ったエネルギーでは防御シールドを長時間起動しっぱなしにはできません。ペペさんは残って研究センターの防御に協力してください。俺とシャーリーは包囲網を突破して本部に助けを呼びに行きます。本当に大丈夫ですか？それしか方法はありません。あそこの全地形対応者なら砂漠を高速で越えられます。気をつけてくださいね。エクセキュータ、陣形を維持して。ヘッ！セーッ！ヘッ！ヤッ！セーッ！ホッ！セーッ！ヘッ！セーッ！セーッ！ヘッ！セーッ！海域種の大群が現れた。セーッ！ヘッ！迎撃準備。セーッ！ヤッ！セーッ！セーッ！
怪我してない？私は第7地区のリンヤよ。研究センターの状況は？ミラポリスでは向こうと連絡がつかないの。今のところは大丈夫。フィア所長が施設の入り口を封鎖したし、ペペさんも防御に当たってる。リンヤ、あのアブさんとは時空の裂け目に逃げ込んだみたい。負傷したのね。しばらくは攻撃を仕掛けてこないでしょう。でも研究センター付近にはまだ廃棄種が残っている。メリルさん、研究センターの方はあなたが陣頭指揮を取って、私はこの二人をユリン様のところに案内する。うん。エクセキューター、こちらへ。ラビー、しっかりついてきて。ミアがお気に入りみたいね。ミアが大好き。ミアの隣に座る。わかったわ。じゃあミアを連れて上がって。ミラポリスの入り口は上空にあるの？廃棄種の脅威に備えてミラポリス保安部が地上の広範囲に防御シールドを設置したの。だから今は地面から街には入れない。今唯一開放されている入り口はミラポリス空港よ。皆さん、飛行機へどうぞ。リンヤさん。クベールさん、ユリン様はどちらに？オフィサー殿は炉心区域でお待ちだ。俺が皆さんをそこまで案内する。総務副官のクベールだ。第9地区の皆さん、ミラポリスへようこそ。クベールさん、はじめまして。ミア、大丈夫？ミアはずっとこんな話し方なの？ミアは言語モジュールの問題で時々変な話し方になるの。私たちはもう慣れっこだけど。皆さんご迷惑おかけします。クベールさん、セシリーの休暇は終わったのかしら？セシリーさん、あと2日休みのはずだが、記録によると今朝の緊急招集で本部に戻り、設備の修理に当たっているようだ。そう、私たち運がいいわね。セシリーはミラポリスの技術顧問よ。二人さえ良ければミアの検査と修理を頼んでみない？彼女がまだ本部にいるといいけれど。急ぎましょう。ではこちらへ。クベールさん、ベラの人たちはサプレッサーをつけなくていいの？ここのオベリスクは大厄災による損傷が激しくてオムニアムを安定供給できない。そこで前任のオフィサーがオムニアム放射線への人体の抵抗力を高める技術を開発した。ここ数年ベラ地区ではオムニアム放射線が消滅しつつある。もう補助装置を、あれがベラオベリスクだ。ミラポリスはあれを知…あれはリンヤさん。彼女はベラ中の若者のアイドルだ。先日もたった一人で強大なアブサントを倒したんだ。ほら、あそこが第7地区の本部だ。二人にもユリン様との面会。
リンヤさん、元気そうじゃない。セシリー、偶然ね。またまた偶然のふりなんかしちゃって。クベールから話は聞いた。私に用があるんでしょ。そうじゃなかったらとっくに帰ってたわよ。わざわざ待っててくれたのね、ありがとう。みんなの愛するリンヤさんに頼み事をされて断れると思う？たださ、今日は本当なら休みなのよ。働けって言われてもね。少し気を使ってもらえると嬉しいんだけどね。そうね。オアシスの最上階個室ディナー券でどう？うん、あそこの料理は確かに美味しいけど、どうもね。10枚、今月いっぱいは楽しめると思うわよ。交渉成立。それで私に頼みって？大宮地区からのお客さんがミアという AI サーバントを連れてきたの。その子の言語モジュールに問題があるのだけれど、見てもらえない？お、大宮地区から来た AI サーバント？どこどこ？ミア、ストロベリークリームのドーナツは嫌い？ビクトリアケーキは？あと洋梨のプリンでしょ？マロンチョコロールでしょ？マロヌチョコニロール。あら、お子ちゃまたち楽しそうね。セシリーさん、本当にミアを直してくれるの？言語モジュールね、やってはみるけど、ミアみたいな子を見るのは初めてなのよ。まずは基本的なチェックをさせてね。セシリーは優秀な整備士よ。ミアは安心して彼女に任せて。私たちは先にユリン様のところへ行きましょう。安心して、さっさと行ってらっしゃい。よく来たね。私は第7地区のオフィサーユリンだ。ジークの件はオフィサーエルリックから聞いている。部下にミラポリスの通行記録を調べさせたが、ジークに関する情報はなかった。彼が本当にベラ地区に来ているとすれば、我々との接触を避けている可能性がある。ユリン様、ジークはアブサントのテリトリーに閉じ込められているのでは？その可能性は私も考えてはみた。だがもしそうなら、おそらく。アブサントのテリトリーというのは？ハイパーアブサントは自身の周囲の狭い範囲に時空の異常を生じさせることができる。我々はそれをテリトリーと呼んでいる。奴らはその能力を使って現実空間を高速で移動する。ジークがテリトリーに閉じ込められているとすれば、探し出すのは至難の業だ。どうぞこちらへ。この培養層の生物サンプルは撃破したハイパーアブサントの体内から取得したクリスタルポーラーと呼ばれるものだ。クリスタルポーラーはアブサントのテリトリー能力の要であり、それぞれ異なる特性を持っている。それゆえアブサントのテリトリー能力にもやや違いがある。こうしたサンプルは非常に貴重だ。クリスタルポーラーの研究によって我々はアブサントの特性やテリトリー能力を解明し、奴らと同じような空間掌握力すら獲得できるかもしれない。だがクリスタルポーラーはアブサント本体から離れると徐々に不活性化する。この3つのクリスタルポーラーはもうこれ以上研究する価値はない。研究を完成させるには
さらにサンプルが必要だ。そうした特殊構造を形成できるのは強大なハイパーアブサントだけ。でも今の私たちにはターゲットの位置を特定する有効な手段がない。撃破なんて夢のまた夢よ。何か手伝えることはある？オフィサーエルリックが最新の空間観測技術を提供してくださった。それをどうアブサントの観測に活用するかはユリン様が目下検討中よ。私は特別チームを編成して探知したアブサントの位置特定と捕獲一掃を担当する予定。二人にも仲間になってほしい。アブサントの研究が終わればジークを発見できる日もそう遠くはないはず。リンヤ、君の仕事ぶりは私も高く評価している。だが遠方からいらしたお客様はアブサントの特性をご存じない。狩りへの参加は慎重に判断した方がいい。わかりました、ユリン様。ではエクセキューターとシャーリーさんは君に任せる。ミラポリス内での生活環境を一刻も早く整えて差し上げろ。ご安心ください、その件はすでに手配済みです。今日は疲れたでしょうからしっかり休んで。さあ行きましょう。ミアの様子を見たらホテルに案内するわ。よっ、はっ。真似してみて。あーあー、私はミア、私はミア。あれ、そんなに大した問題じゃないかも。もっと複雑なのを試してみようか。ミア、こう言ってみて。セシリーシャーリー、セシリーシャーリー、シャーリーセシリーシャーリー、セシリー、シャーリー、セ、シ。セシリーさん、それは難しすぎる。セシリー、ミアの問題は解決した？ミアみたいなタイプの AI サーバントにはあんまり詳しくないけど、私たちが普段使ってる AI ドロイドと大差ないはず。だからまあ大丈夫よ。ミアは私に任せて、しっかり可愛がってあげるから。ん？心配はご無用、進展があれば真っ先に知らせるから安心して。環境や気候にはもう慣れたかしら。アーシャ大陸にはこれほど広大な砂漠はないそうね。ただただびっくりしてる。乾燥した砂漠地帯でこんなに大きな町が正常に機能してるなんて思わなかった。ミラポリスの資源回収システムはよくできているから、飲料水、食べ物、エネルギーは全て緻密な計算をもとに全市民に行き渡るように配給される。20年前、科学者たちはより良い生活環境を求めて大規模な環境改善に着手した。その試みが成功するかと思われた時にアブサントが全てを台無しにした。アブサントが砂漠の環境をめちゃくちゃにしたの？アブサントが地表のエコロジカルステーションを次々に破壊したせいで環境改造計画は中止に追い込まれた。生態系が深刻なダメージを受けて状況は以前にも増して悪化した。ここの人たちも大変な思いをしてきたんだね。ミラポリスの公文書館には歴史関係の記録がいろいろ残っている。興味があるなら行ってみるといいわ。
ちょうどこの町の歴史を知りたいと思っていたの。一緒に行ってみない？うん、行こう。ここがミラポリス公文書館よ。館内に並んでいる展示物を見ればこの土地の歴史がもっと理解できると思うわ。リンヤさんは一緒に来ないの？ごめんなさい、さっき本部から連絡があって急ぎで遠隔処理しなくてはならない仕事ができたの。しばらく席を外すわね。自由に見ていて。私は仕事が終わったらここで待っているから。この展示物、初めて過去の出来事を詳しく知ったわ。アイダの子にいた時、昔の話は聞いた覚えがある。でもこうやって目の前に並んでるものを見ると全く違う感情が生まれた。いつかみんなが苦しみから解放されてこの星が賑わいを取り戻せるといいな。まだ先は長いね。うん、私たちがやるべきことはまだたくさんある。この町の人たちを窮地から救って兄さんを見つけ出す。まだ展示を見たい？もう十分ならリンヤさんのところに戻ろう。見学は終わったの？いろいろ勉強になった。この町とアーシャ大陸は昔同じ世界に存在したんだね。懐かしいようなそうでもないような不思議な感じがした。前にセミールさんから聞いたわ。あなたたちの町には高い山と海、それに氷河や雪原があるんですってね。でも私みたいにミラポリスで生まれた人間は鉄とネオン、一面の砂漠とゴツゴツした岩しか知らない。いつか厄介事が全部片付いたらアーシャ大陸に行ってこの目でそういう美しい景色を見てみたい。絶対に来てね、待ってる。これは招待と受け取っていいかしら？じゃあ約束ね。うん、約束。
長期滞在のための手続きをしているから少し待っていて。リーヤさん、ありがとう。いいえ、私もまだしばらくミラポリスにいるから、二人が早く町に馴染めるようにお手伝いするわ。なんといっても範囲機種の撃退は重労働だから。ラビー、あまり遠くに行かないで。うん、わかった。リーヤさんはラビーをとても大事に思ってるのね。ラビーはある人が臨終の間際に私に託した子よ。あの子を守るって約束したの。大切にしたい人がいる。その点でも私たち似た者同士ね。セシリーさん、ミアを修理してくれたの？いや、その、実はちょっとしたアクシデントが起きて。ちょっとしたアクシデント？自分の目で確かめて。ミア、ミあれ？ミア、どうしてお話ししないの？いや、そのミアみたいなタイプは大厄災前に生産終了になってて、うちに今ある原獄堂モジュールとこの子のコアシステムがマッチしないのよ。それで修理しようとした結果がこれ。ミセシリーさん、私が悪いの、全部私のせい。でも安心して、ミアの面倒は最後まで見るから。ミアを全体的にアップグレードしてみる。でもそのためには二人にも協力してもらわないと。ミアのコアシステムはオムニアムを動力源にしてる。でもミラポリスのオムニアム技術は数十年も前から進化してないし、私の手元にオムニアムの予備もない。だから集めてきてくれない？そうそう、大厄災の後にオベリスクが機能しなくなったせいで、ベラではオムニアムが貴重なのよ。でもフィア所長なら力になってくれると思う。あら、こんにちは。何かご用？あの、私たちオムニアムを集めてるんです。セシリーさんから所長なら力になってくださると聞いて。オムニアムを集めているの？セシリーさんがミアの修理をしてくれてるんです。でも大厄災前の古いタイプだからオムニアムでしか動かせなくて。ごめんなさい。確かに少しなら予備のオムニアムはある。でもそれは転送ゲートの運転や緊急事態に使うものだから簡単には融通できない。他に入手する手段はありますか？大厄災の後、ベラのオムニアム貯蓄量は減る一方なの。今は特定の生物の体からごくわずかなオムニアム物質を抽出することしかできない。特定の生物の体から？生物濃縮によってオムニアム物質が体内に一定量蓄積される生物がいるんだ。少量でいいなら生物の体から集めてみるといい。ゼロさんが開発中の新しいオムニアム抽出装置が
あなた方の役に立つかもしれないわ。そう焦るなって。まだシステムのアップグレードとテストが済んでない。後でまた来てくれ。エクセキューター、シャーリーさん。メリルさん。ゼロ、セミールからの報告。メリル、こっちはちょっとヤバいことになってる。ヤバいって？さ、変な卵を発見した。廃域種の忘れ物かもね。近くに廃域種の群れがいるかもしれない。ゼロは作業中だし、私もしばらくは研究センターを。そっか。あれ、エクセキューターとシャーリーは？お願いだから助けに来てよ。わかった、今から行く。助かる。座標は送っとくわ。じゃあまた後でね。ハロー。エクセキューター、シャーリーさん、手伝いに来てくれてありがとう。これがその卵？大きいね。ちょっとワクワクするよね。中から何が出てくるんだろう。なんなら開けてみる？セミールさん、この卵の中身は多分廃棄種の幼体よ。貴重なサンプルなんだから乱暴に扱ってはダメ。それで私たちは何をすればいいの？この近くで活動している廃棄種の群れをさっき何匹かやっつけたの。でもこの卵がもっと強いアブサントを引き寄せてしまうかも。だからミラポリスの回収員が来るまで卵を見張っていてもらいたいの。私とセミールさんは近隣の状況を確認してくる。ああ、つまんないの。じゃあ見張りは私に任せて、みんなは調査に行ってきて。またサボろうとして。あれ、今なんか卵の方から音がしなかった？見て、中でなんか動いてる。うん、確かに。気をつけるのよ。セミールさん、あれほど気をつけてって言ったのに。何か飛び出してきた。手分けして追跡しよう。待ってくれ。あいつが本体ね。他のはただの幻。よっ。また分裂した。本当に厄介だな。あいつら何してる？地面の影に注目して。
あいつ逃げた。やっと終わった。みんなのところに戻ろう。楽勝よ。そっちは？まさかあいつらを逃がしてないわよね。全部片付けた。任務はとりあえず完了したけど、体がベトベトしてる。全部あなたのせいだからね。任務も完了したことだし、早く帰りましょう。メリルたちが心配しているわ。卵は安全に処理しました。この辺りに廃液種が大量に侵入した形跡はありませんでした。お疲れ様。対象地域の監視を強化することにしましょう。そういえばゼロがオムニアム抽出装置をアップグレードしてくれたの。その装置を使えばオムニアム物質を自動追尾して収集できるわ。それは助かります。ありがとうございます。壊れやすいから気をつけて使え。故障しても泣きついてくんなよ。俺は忙しいんだ。セシリーさん、オムニアム物質を集めてきたよ。へえ、早いじゃない。フィアが備蓄分を貸してくれたの？あいつ私には一切分けてくれないくせに。うん、そうじゃなくて、全部地上で採集してきたの。え、つまり自分たちで集めたってこと？収集に半月はかかる量なのにこんなに早く？ゼロがオムニアム抽出装置をアップグレードしてくれたおかげでかなり時間を節約できた。そっか。私もその装置で遊んでみたいな。ミアは今どんな感じ？デバッグは終わった。今スリープモードであなたたちを待ってる。ついてきて。ミアは寝ていたようです。ミアが起きた。ダビーピピピピピこん。あ、かわいこちゃん、やっと目が覚めたわね。ミアのアップグレードは済ませた。性能はかなり良くなったはずよ。でもミアの言語モジュールは修復できていないようね。これはこれでかわいいでしょ。
そうそう、ミヤに着せ替え機能をつけといた。かわいいよね。ミア、お帰りなさい。ご心配おかけしました。急に呼び出してすまない。保安部がアブさんとの活動信号をキャッチした。周波数を分析したところ、今まで出現したことのないタイプだと分かった。未知のアブさんと。ユリン様、そいつは今どこに？信号が短時間で途切れた。正確な位置は特定できていない。保安部は敵が潜伏していると思われるエリアを警戒地域に指定した。警戒地域の周辺には今も不安定な空間の裂け目が多数存在する。廃位騎士の大規模な侵入の痕跡はないが、安全のために内部をより詳細に調査する必要がある。シルバーコースト研究センターにいるエクセキューターがすでに対象エリアに向かった。だが彼らはアブさんとの戦闘経験が浅い。だからリンヤ、君に応援を頼みたい。アブサントを発見して撃破すればクリスタルポーラーが入手できる。そうなれば廃位騎士の研究が一気に加速することは間違いない。はい、シャーリー、エクセキューターと一緒に現地に向かいます。このアブサントに関する情報だが、体系、テリトリー能力、戦闘方法は一切不明だ。そのため作戦の際はくれぐれも用心してほしい。裂け目は閉じた。これでここはしばらく安全ね。でもこの卵を置いていった廃位騎士の行方を追わなくては。リンヤさん、シルバーコースト研究センター付近でアブさんとの強烈なテリトリー反応を検知した。今セミールとシューマーが調査に向かっている。アブさんとが研究センター付近に現れたの？テリトリーの及ぶ範囲が広すぎて敵の正確な位置は特定できない。それにセミール、シューマーとの連絡も途絶えた。彼女たちが危険な目に遭っていないか心配だわ。分かった、今すぐ応援に向かうわね。近くの廃位騎士があのアブサントに引き寄せられてシルバーコースト研究センター付近に集まってくるはず。セミールとシューマーはすでに調査に向かった。今のところ二人の状況は不明。急いで応援に向かいましょう。ほっ。私たちはすでにアブさんとのテリトリーに入った。外部との連絡が遮断されたせいで奴らのテリトリー能力について何一つ情報がない。くれぐれも気をつけて。
テリトリーの中で他のエクセキューターも活動しているはず。彼らと連絡を取ってみましょう。有益な情報が手に入るかもしれない。だったの？よかった。その点、今すぐ解放してあげる。気にしないで。セミールさんもいろいろ試してくれた。でもこの手はアブさんとのテリトリー能力が生み出したもの。あいつを倒さない限りこの手からは逃れられない。アブさんとに不意打ちされたの。私はとっさのことで反応が遅れて捕まってしまった。この手にエネルギーを吸い取られている気がする。セミールは今どこ？彼女はアブさんと追っている。でも一人だと心配だから、早く助けに行ってあげて。まずいわ。セミールに何かあったら。急ぎましょう。親切な方々。ねえ、こっちよ。はっ。セミール、大丈夫？ほっ。あっちゃ、これはさすがに飛んだ赤っ端だわ。笑ってる場合か。だって、みんな来てくれたし、これで安心して救出を待っていればいいんでしょ？アブさんとは見つかった？うん、軽く戦ったけどそんなに強くなかった。え？それならどうして？それが変なのよ。奴は明らかに目の前にいるのに、攻撃してきた時には私の背後に手が現れた。頭の後ろに目なんかついてないから。それでつまり卑怯な手を使ってきたのよ。あんな子供騙しみたいな手を使うと思わなかったの。次は絶対コテンパンにやっつけてやる。あいつはまだ遠くには行ってない。追いかけてとっととやっつけて。早く私をここから解放してよ。ちょっと落ち着いて。私たちが何とかする。もう少し我慢してね。いた。焦らないで。敵の真の実力を見極めるまでは気を抜いてはダメ。背後からの攻撃に注意。さっきの一撃が命中した感覚はなかった。でも手が私に触れた後、アブさんとは負傷した。リンヤさん、落ち着いて話を聞いて。さっきの攻撃も前回と同じように命中した感触はなかった。でも手に触れられた感触は全く違った。捕獲された感じがした。2回の攻撃で唯一違ったのは、それが奴のテリトリー能力の正体よ。あとはあなたたちに任せたわ。
素晴らしい戦いぶりだった。あなたたちがいてくれて助かったわ。でもこのアブさんとはクリスタルポーラーを生成しないようね。ユリン様はがっかりなさると思うわ。この辺のアブさんとのテリトリーは打破できたみたいね。ええ、テリトリーはアブさんとなくしては存在しない。この手の能力を持つアブサントに遭遇したのは初めてだったから、セミールとシューマーから事前情報をもらっておいてよかったわ。さてと、彼女たちも無事に脱出できたはず。二人のところに戻りましょう。セミールさん、だから無茶しないでって言ったのに。あなたを助けるためでしょ。先に捕まったのはそっちでしょうが。ちょっと。はいはい、みんな無事でよかった。でも今度能力不詳のアブサントに遭遇した時は絶対に油断しないで。まあ確かにちょっと油断しすぎたかもね。この借りは必ず返すから。シルバーコースト研究センターからの連絡は？さっきメリルと連絡が取れたわ。研究センターは特に影響もなく安全だという話を。そう、よかった。これで万事丸く収まったということね。皆さんお疲れ様。各自戻って休んでね。うん、じゃあ行きましょう。今日はあなたたちに助けられたわ。第9地区の援護がなければ増え続ける廃棄種の襲撃に耐えられなかった。いや、みんなが安心して暮らせたらそれが一番だから。あ、そうそう、昨日ホテルに無期限で滞在すると伝えておいた。フロントで本人確認をすれば手続きは完了よ。リーヤさん、ありがとう。お安い御用よ。ユリン様が首を長くして報告をお待ちになっているはずだからこれで失礼するわ。また後で。お帰りなさいませ。マンソンさん、こんにちは。リンヤさんから滞在権限の変更には本人確認が必要だと聞いたんだけど。リンヤさんから伺ってます。少々お待ちください。すぐに手配いたします。リンヤさんは常連さんなの？いえいえ、お忙しい方ですからなかなかこういう場所でのんびりなさる機会もないようです。それはそうと、リンヤさんからお二人のことを丁重にもてなすようにと言われています。お客様方は一般の方ではないのでしょう？ちょっと聞いてみただけです。お気になさらず。お二人の権限のアップグレードが完了しました。お部屋のボイラーと空気清浄機は電源が入っています。ごゆっくりお過ごしください。おはよう。昨日はよく眠れた？リンヤさん、おはよう。今日は時間があるかしら？もしよければ手伝ってもらいたいことがあるの。ミラポリスの外にある砂漠にハガードが建てた廃棄種研究専門の実験基地がある。そこで重要な実験に参加するよう
ユリン様から指示されたの。そこの研究者がアブさんとの生態から完璧なクリスタルポーラーを抽出しようとしている。ただそういう実験は初めてだから、リスクに備えて本部のエクセキューターに協力をお願いしたいの。アブさんとを生け捕りにしたの？この話をすると長くなるけれど、ミラポリスは数年前、リスナーズという名の範囲機種研究プロジェクトを立ち上げた。科学者たちは範囲機種の生理や行動ルール、生態といったあらゆる面から研究を進め、範囲機種の習性を理解し、その行動を解読しようとした。つまり範囲機種との交流を試みたの。彼らは危険性の低い範囲機種を実験サンプルとして、行動学や生理学に基づく実験を行い、範囲機種を人工的に作り出した。つまり今回の実験対象になるのは、彼らが人工的に作り出したアブサントということ？ご名答。でもそれはまだ本物のアブサントとは言えない。体内で人工のクリスタルポーラーを生成してはいるけれど、テリトリー能力はない。だから相手をするのも比較的簡単なの。二人を誘ったのは安全確保に協力してもらうのと同時に、最新の研究成果を知って範囲機種への理解を深めてもらいたいから。それなら一緒に行く。今日は来てくれてありがとう。各部門のスタッフはすでに位置についている。もういつでも実験を始められるよ。被験体の様子は？具体的な情報を知りたいの。6号鹿型被験体、ランディルに全身検査を2回実施した。バイタルは正常、人工クリスタルポーラーの状態も比較的安定している。あの大きな被験体をどう処理するつもり？サンプルの抽出を行う前に、特別製の薬剤で人工クリスタルポーラーの活性化レベルを引き上げる。だがそうなると被験体の生理的リズムに影響が生じ、代謝速度が一時的に急上昇する。被験体は一定程度凶暴化するが、しばらくその状態を維持して体内の人工クリスタルポーラーの活動を活発化させる。あの鹿はひどく暴れるの？薬物の使用量と被験体の反応については段階的にテストを重ねてきた。だが今回は薬物の使用量が圧倒的に多い。被験体の反応も今のところ予測不可能だ。つまり私たちの任務は被験体が暴走した場合に対処するってことね。その通り。ランディルのクリスタルポーラーが無事に活性化したら、麻酔剤で体を麻痺させる。それまでは君たちに任せる。了解。二人も準備をして、すぐに実験エリアに向かいましょう。薬剤注入準備。暴走するぞ、気をつけろ。クリスタルポーラーを活性化した。麻酔剤放出準備。麻酔システムが故障した。麻酔剤の投入管が正常に開かない。さっきの衝突で配管の制御機能が損傷したんだろう。制御台4箇所を手動運転に切り替え、ノズルを開けよう。はっ。
ランドルのバイタルは正常値に落ち着いた。サンプルの採集を始めよう。博士、緊張した面持ちね。ああ、実験はまだ終わってはいないからね。人工クリスタルポーラーを採取するまでは気を抜けない。だが、これからのことは安心して俺たちに任せてくれていい。ミラポリス本部も吉報を待ちわびているわ。実験の結果はできるだけ早くユリン様に報告する。おっと、うかうかしていると麻酔剤の効果が切れる。サンプル採集の監督に戻らなくては。君たち、今日は本当にありがとう。さて、問題も解決したことだし、本部に戻りましょうか。皆ご苦労だった。先ほどドクター・クレイフォーから人工クリスタルポーラーの採取に成功したと連絡があった。それは何よりです。明日ドクター・クレイフォーがニュースセンターで小規模な報告会を開き、幹部たちに現段階の研究成果を説明する。賛同者が増えればより多くのリソースをプロジェクトに投入できるからね。我々にとっては大変貴重なチャンスだ。ドクター・クレイフォーは君たち3人をその場に招待したいそうだ。では、ドクター・クレイフォーからさらなる吉報が聞けるのを楽しみにしています。元気そうね。出発の準備ができたら出かけましょう。あと2時間で報告会が始まる。早めに会場入りしたいの。ユリン様のお話だと報告会はすごく重要なものなんでしょう。今回の件はリスナーズプロジェクトにとって最大の発見なもの。朝ドクター・クレイフォーから直接連絡をもらった。彼も興奮して一晩中眠れなかったそうよ。報告会で失敗しないか少し心配だわ。博士もそんなに興奮してるんだ。ドクター・クレイフォーがプロジェクトの責任者を引き継いでからもう2年になる。でも今まで大した研究成果が上げられなかったの。彼も今回の報告会で自分の力を証明したいのよ。その気持ちはとてもよくわかる。博士、というかプロジェクトメンバーの全員がこの日を待ちわびていたはずよ。リンヤさん、さっき会場が何者かに襲撃されたという連絡が入った。え？会場が？そう、情報が錯綜してて正確なところはよくわからない。私も今現場に向かってるところ。保安部の記録によれば報告会に必要な人工クリスタルポーラーのサンプルが会場内に持ち込まれたみたい。もしかすると。直ちに現場を封鎖して、私たちもすぐに行く。中の様子は？私も到着したばっかりでビル内の様子はまだつかめてない。逃げてきた人の話では廃棄種が現れたそうよ。廃棄種？どうしてミラポリスの中に？
部下にミラポリス周辺の警備体制を調べさせた。安全上の問題は見当たらないし、廃棄種が侵入した痕跡もない。奴ら天から降ってきたとしか思えない。ビル内の電力系統に異常が生じたの。電力供給が完全にストップして、セキュリティや防犯システムが正常に動いてないフロアもあるわ。これから人手を集めて各階を一斉捜査するつもり。事態は急を要する。全ての階を調べている余裕はないわ。それよりサンプルの安全を確保しないと。でもこっちも人手が足りないのよ。現場の秩序維持、避難誘導、襲撃事件の拡大阻止、やることはたくさんある。私が何とかする。ドクター・クレイフォーには現場の状況を伝えた？博士は今こっちに向かってるところ。さっきまで研究所で休んでたから事件に巻き込まれずに済んだみたい。それならよかった。さき、あなたたちは各階の生存者捜索を続けて、会場の方は私たちが調査する。了解。でも会場行きのエレベーターは故障中で使えない。一番下の階の電気室で供給装置を再起動してエレベーターを動かしてみて。何が目的？気をつけろ！そいつは危険だ！現場は鎮圧したわ。負傷者の搬送もほぼ終わった。
大騒ぎした割にはあっさりね。ただ原因究明が進むまで報告会は延期になった。ドクター・クレイフォンの状況は？今回の件は彼が採取した人工クリスタルポーラーと関係がありそうね。ちょっとしたかすり傷だから本部で手当てしてもらってる。ユリン様から私たちにも本部で事件の原因調査に当たれとお達しがあった。行きましょう。よっほっ。ドクター・クレイフォー、はっきりと答えてほしい。今回採取した人工クリスタルポーラーは安全性が確保されているのかね。あの人工クリスタルポーラーが今回の事故で見せたテリトリー能力はこれまでのテストでは確認できなかったものです。さらに詳細なテストを実施するまでは安全性は保証できません。ドクター・クレイフォー、事故原因に心当たりは？ホールにいた者の正体は人工クリスタルポーラーがシンガー型ドロイドに寄生したものです。一般的な廃液種のクリスタルポーラーにはあのような自我は絶対に存在しません。しかも寄生と支配を完了した人工クリスタルポーラーは過去の実験では見られなかったテリトリー能力を発揮しました。完全に我々の理解を超えています。我々は培養中のクリスタルポーラーにアブさんと3体の組織サンプルを融合させました。ですがその3体には透過能力はありませんでした。人工クリスタルポーラーが成長過程で新たなテリトリー能力を進化させたと考えられます。我々もそうした特性に触れるのは初めてです。今回の件は私が事態を甘く見すぎていたのが原因。全て私の責任です。現場からの報告によると暴走したアブさんとは撃破される前に異常な行動を見せたそうだ。報告書には人類に似た知能を持ち人類に似た動きをして人類に似た声を出したと書いてあった。リンヤ、あの時君はアブさんとから最も近いところにいた。奴が我々と同じような心を持っていると思うかね。申し訳ありません。その点は特に気にかけていませんでした。確かに異常な行動は多々ありましたが奴に人類と交流できる能力があるとは思えません。本物の廃液種ではなく機械の人形に寄生した人工クリスタルポーラーですから。人類の行動を意味もなく真似ただけ。声も本能的な鳴き声でしょう。廃液種と人類の交流、確かにそのような記録は手元にありません。大まかな状況は理解した。保安部の技術スタッフが現場検証を行っている。おそらく有力な手がかりが見つかるだろう。ドクター・クレイフォー、人工クリスタルポーラーは本部の実験室に移送した。そこで安全性のテストを続けるといい。研究成果を期待しているよ。では今日はここまでとしよう。みな帰ってゆっくり休むといい。まだ何か？リンヤさん、アブさんとの件だけど、会場にいるときあいつが私たちとは話を従っているように見えた。ドクター・クレイフォーが発砲するまでは攻撃の意思もなかったんじゃないかな。あなたたちもあいつが私たちに話しかけていると思ったの？リンヤさん、ユリン様とドクター・クレイフォーにこの件をもっと重視するよう伝えるべきじゃないかな。そうね、よく考えてみるわ。